2004年ロボカップにて、クリオ、キュリオは、ソニーが、かつて開発していた二足歩行ロボット、または、ソニーの100%子会社。クリオソニーが、かつて開発していた二足歩行ヒューマノイドロボットである。キュリオ株式会社、スマートホーム事業会社。ハードウェア製品として、キュリオスマートロックや、キュリオスマートタグなどの開発、販売を行っている。以降、本校において、 突起のない場合は、1、の二足歩行ロボットを指すものとする。身長は58センチメートル、体重は7キログラム。ソニーは、クリオ、コーポレートアンバサダーと位置づけていた。開発したのは、ドイトシタダソニー上席常務。当初より、ダンスを踊る、集団でシンクロした動作をするなど、エンターテインメントロボットとして位置づけられている。そのため、 以下のような隠し安全機構も充実していた。ロボカップにて、相棒を見つめるクリオ2005年日本国際、博覧会愛知万博、愛、地球博開幕式出演、ソニー、ロボット撤退の舞台裏そして、ソニーは、ロボット開発をやめた。ありがとうございます。